この建物は5人の家族が住んでいらっしゃいます。お父さんとお母さんとお子さんが3人になります。この建物のコンセプトは主に平屋ということと、好きなものに囲われたいというのがあります。アルボルの堤洋作と言います。普段は自然に寄り添った建築を心がけております。ここの場所は奈良の舳倶という場所でして、山や川や田んぼがある比較的のどかで静かな住宅街にあります。この建物は45平米になります。この部屋の構成はまず土間テラスがありまして、リビングダイニングキッチンが一つの部屋となっております。その部屋から各部屋にアクセスできるようになっております。寝室が2つ、そしてユーティリティゾーン、キッチンから土間へのアクセスができます。道路から敷地を見ますと木の塀がそびえ立っています。この扉は4枚の扉になるんですけど、それぞれが動くようになりまして、その方の過ごし方により開ける場所だったり閉じる場所が変えれることができます。その手前は駐車場と庭があります。木の塀を開けますと建物はガルバリウムの壁になります。玄関はポーチ兼アウトドアリビングの空間を設け、屋根がかかっているので雨の日も日差しの強い時も楽しく過ごせます。ポーチにはベンチを兼ねた木箱がありまして、その木箱の中に靴が収納されております。ポーチから3枚扉を開けますとすぐリビングダイニングキッチンのエリアになります。リビングダイニングの方はポーチから1段上がったような高さになっております。リビングのエリアはソファーとテレビ、あとご先祖様のお好みの家具が配置されております。リビングの左右に細長い窓があり、抜け感と光を取り入れるようになっております。ダイニングテーブルの方は大きく作っておりまして、食べるだけではなくキッチンの作業もできるように考えています。ダイニングの方では椅子で過ごす、キッチンの方では立ちながら作業ができるように高さを変えています。ダイニングの椅子はお世様がもともとお好きだった椅子を配置しております。キッチン側は作業台と、作業台の下はキッチンの道具が入ってます。主に電子レンジ、炊飯器、オーブン、お皿、その他が入っております。キッチンの天板はステンレスにしております。壁の方はダイニングテーブルの下の素材と同じモールテックスにしております。コンロと魚焼き器があります。物を見せたくない扉がある棚があります。キッチンのさらに奥に通り土間をイメージした扉があります。時に雨が降ってきた時は洗濯物がすぐ取りやすいようになっております。メインベッドルームは家族みんなで寝る部屋になります。寝るときに布団を敷くスタイルになります。起きたら布団を畳む、違う用途としても使うことができます。もう一つのベッドルームは今はワークスペースとして使っております。将来お子さんが2段ベッドの部屋として使う予定です。鏡の奥に収納があります。こちらの部屋は押し入れもあります。ユーティリティゾーンはまずトイレと洗面があります。その奥に洗濯機と
クローゼット、そしてドライエリアが兼ねております。洗面エリアはタイル張りにしております。鏡の奥に収納があります。トイレはタンクレスの便器と上に収納棚があります。バスルームは日本の一般的なお風呂の仕様になっております。光と風を取り入れて洗濯物を乾かすことができます。乾かした洗濯物をそのまま収納することができます。人が人らしく過ごせること、現在の住まいの風潮は物であふれかえっており、それゆえに物を置くための収納が重要視されております。そうした暮らしを見つめ直し、物を持つことに執着せず、すっきりした暮らしの中に人の暮らしの原点があると考えております。 Say hello to our new Never Too Small Essential Guide to Your Living Room, an easy to follow guide to design and improve your current small living space. This guide contains all you need to transform your small living room into a space you will love to spend time in. And the best part? You don't have to spend a fortune to make your space look amazing.The Never Too Small Essential Guide to Designing Your Living Room is the first in our Essential Guide series. Download your guide and start creating your very own Never Too Small inspired living room today. Thanks for watching. If you're an architect or designer with a project we could feature, please share it with us at nevertoosmall.com/submissions.